中これ送りました。おすげえ、入ってて、おお、考えられる、めっちゃ考えられてる。この箱のいいところが、はい、これ今開いてますよね。はい、開かない。え、これ、ボリュームあるっすよ。多分パッと見た感じ。ランケーブル系ですか。ランケーブル系ですね。チェッカーとか。チェッカーです。これいくらぐらいですか。これが8000円ぐらい、フルセットで。どこのやつですか。ボンタン。海外のものですね。親子。他にとこれ使い勝手いいんですよ。距離も測れるんで。え、何メートルのビデオとかもランケーブル測れるんですか。測れます。すげえ。ってことは在庫のランケーブルがあるとするじゃないですか。はい。端端玉上げしたら。うん、何メーターか測れる。測れますね。ランケーブルってレングスっていうので、うん、メーター数書いてあるんですよ。自分のやつやったら大体書いてる。残量表示ですね。収縮チューブって言って、はいはいはい、熱で炙って縮める、あの絶縁チューブ。ランの仲間。まあ、弱電やるときこいつ持ってくんで、あ、まあ、テレビ触ってるとか他触ったりするとか、はいはい、収縮チューブ用。そうですね。向かめのライターですね。それまた今度。時間の時にいろいろお願いします、はい。サンダーですね。サンダーですね。そうですね。VA ですね。VA は基本積んでるっていう感じで。積みますね。2ミリと16はもう積みっぱなしですね。ダウンライトカッターですね。これダウンライトカッターです。おお、見てる。わかるかなと思ったけどね。こんな感じです。これは。レーザースクリュー機ですね。あ、何メーターか距離測れるんですね。電柱とかね。そうですね。電線作っておいてますよね。ヘッドライト系ですか。ヘッドライトとジェン、ヘッドバッテリーとバッテリー1個と、はい、とあとゴミが入っちゃってるんですけど、ちょっとした系ですね。そうですね。もういかついの行ってみますわ。もう重いのだよ。ああ、バンドソーや。バンドソーですや。ちっちゃいミニ、これ便利ですよね。このサイズ一番便利ですね。軽くてね。そうそう、箱ないですもんね。ないですね。ね、これ用に買い張ったんですね。そうですね。ちょうどいいサイズ。ちょうどいいですね。充電器とか入れてもいけそうですもんね。充電器入りますね。お、ああ、うちは丸のこですね。はあ、はあ、丸のこの充電。かっこいいですね。これちょっと木曜なんで、はい、ちょっと鉄用のチップスを欲しいんですけど、はい、これは鉄いけないんで、ちょっとこう加工してるんですか。中これ送りました。おすげえ。入ってて。おお、考えられる。めっちゃ考えられてる。でここに、そこにはまります。おすげえ。ちなみにこれはホームセンターとかで普通に売ってるんですか。あ、そうですね。このボックスは普通に売ってますね。こんなやつです。NTBX25。ここがだいたい1500円ぐらい。ペンドラス。ペンドラの中に違います。切り箱になってます。よくみんなやりますよね。やりますね。これを切り箱にする人多いんですよ。大きさがちょうどいいんですよね、これ。あ、ソケットや。ソケットと、ロング系。ここもちょっと切りが。はいはいはい、ちっちゃい系がここに、こっちもちょっとコルソとかのミリとかタップとかも入ってるんですね。タップも入ってます。そうですね。いや、これはね、ちょっといいですね。あ、いいですね。切りも結構要素持ってはりますね。そうですね、これ袋で買ったんで 2.5 ミリ A 型ですか。え、 B 型ですか。 B 型ですね。隙間を埋めるんで、はまるって言った時期があったんです。これはインパクト充電ドリルですね。進行機能付きですね。お、ちょっとした AY ぐらいだと全然いけるんですか。8ミリまではいきましたね。あ、AY 8.5 がちょっとしんどかったですね、はい、これが振動ですか。それやったら振動なんですね。カールプラグとかその辺ぐらいはいきますね。カールプラグとかコンビス、これでいっちゃいますね。 US モデルなんですよ。あ、そうなんですか。アメリカ仕様。日本のモデルもあるんですけど、はい、アメリカ仕様のがちょっと安かったんで。へえ。英語表記。あ、ほんまですね。いくらぐらいですか。これで1万8000円ぐらい。本体のみで。本体のみで。型番が XFPH05。全部英語。全部。へぇ、これだったら何でもできますわ。キーとか、はい、リングとかあったら、はい、別でコア抜けるんで。おぉ。エアコンとか行った時に、はい、65パイのコア抜く時とか、これで行ったりしますね。
ちもなんかでかいですね。そうですね、13ミリまでいけるんで、ユッチーの性格が出る動画やわ。ここにまああれですね、キット。でかいですね、これでかいですね。こんなでかい。これあの木造やった時にあの PF の16通すのに、あそのサイズで27π、はい、27のホルソーと同じサイズってことですね。そうですね。あ、これがさっきのコンビスとかの時に 3.5 とかですね。 3.2 とかですね。これはあのあれですね、インサートの抜き抜くやつですね、はい、こんなん持ってるんですね。あります。17ソケットですね。ちょっとこっちの軸が今ないんですけど、丈夫なんですね。これが強いやつですよね、例の。そうですね、さっきのあのセットのあったですね、星道具の時に。もうキチキチに入れてるんで。これはインパクトですね。あ、インパクトですね。あ、こういうタイプもあるんですね。上は上でちゃんと詰めれるやつ、箱。今のマキタの箱、これに変わってますね。そうなんですか。この箱のいいところが、はい、これ今開いてますよね。はい、開かないんですよ。え、どういうことですか。これノブを持ち上げるとロックかかるんで、へぇー、このロック外れてても、はいはいはい、バーンってならないんですよ。よくやらかしがりですよね。そうですね、焦ってる時。そうなんです、これ防いでくれるんで。知らんかった。これ便利です。そっちはなります。ここがよくね、そうなんです、引かれますよね。ここがどうしてもヒンジじゃないんで、はい、こいつはこれちゃんと軸通ったやつなんで、ね、破れないですね、うん、ここからね。わあ、これいいな。箱だけ買おうかな。ね、売ってますよね、多分。箱だけ売ってます。ね、2000円ちょっとぐらいだったと思います。これ価値あります。だから僕、こっちにもなんか入れるの怖いですもんね。重さかけると、ここ、弾けますもんね。ね、ホルソーからですね。ホルソーからですね。あ、L、L、LG の L ですね。17の。あ、ポンチ。ポンチ、そこにあります。ありました。おいと。ね、こうなるんです。こうなるんです。そうですよね。あかんすね、また。ダメですね。綺麗に分けてますね。はい。リングスリー、小中大し、ボードなんか。ここはまあ、数がそんな揃ってないんで。何なんですか？これはね、この棚作るための部材の余りですね。電気工事がちょっと関係ないけど、こいつらの仲間なんですね。この L 字に留めるための、ここの L の金具がこれですね。これがここにこう。ああ。この溝の中に入れて、これ、真ん中の六角で止めてるんで。ああ、はいはいはい。まあ、あとは PIC があったり。あ、これ同軸テーブルのやつですか？同軸っすね。同軸のやつですね。OCO ですね。鉄板、マウントです。端子ですね。端子ですね。ネジ穴バカになった時にそれ切って入れて、ネジ効かせるっていう、まあカールの代わりみたいなもんですね。こだわりというかポイントみたいな。自分の親方の教えなんですけど、はい、道具ケチるなと。特にあの腰道具関係、とりあえず面白くしたいです。元気やろう。